か、超えるべきハードルが高すぎるわらわら。ガルビス 3.5 億円2年7億1割5分2厘0本 OPS 1.328、アスプディリオ 1.8 億円1割3分6厘1本 OPS 1.447、ホーキンス6600万円0割0分0厘、デスパイネ 1.8 億円0割7分1厘0本 OPS 1.276、外国人合計 7.7 億円1割0分9厘1本 OPS 1.328、余裕、ゴミ外人多すぎ。一週間で可能やん。でもポランコより打たなかった叩かれるんでしょ。ハードルというよりちょっとした段差やな。いくらなんでも打席数少なすぎちゃうか。ウォーカー交流戦時期だけで6本 OPS8 超えやで。ウォーカーって勝手に28ぐらいかと思ってたけどもう31なんやな。来年33歳だけど、打席数与えやこのハードルを下回ることはないやろ。ウォーカーなんか取ってどうすんやと思ったけど想像よりひどかった。ポランコより打たないとタカファンから外れ扱いされそう。巨人に二人ともいた時の OPS ではウォーカーが勝っとるだからウォーカーの方残したんやけどな。意味のない守備練習だよ。バリアフリー定期。デスパイネは超えるしセーフ。こんなに散々な状況なら巨人側はもっと A 投手取れたんちゃうんか。ソフトバンクにはかなりの戦力アップになるしもっと良い投手取れたと思うわ。ポランコも5月ぐらいまでダメだったし、鷹の場合ダメなら即見切って遊兵して終わりやろ。打つだけならポランコより全然打つと思う。巨人大損やろこれ。常時 DH でスタメンなら2割7分8本は期待できる野手出してお前さんたち候補もらうってアホやろ。言うても DH ない巨人じゃ使い道ないやん。何せデスパイネ再雇用するくらいやから何軍の肥やしになるかもしれんけど、ウォーカーのがマシやろ。新規の外国人やし取るリスク上がりまくってるから中古狙いはええかもしれんな。にわかやからあんま知らんけど、ポランコでさえパに放流されたのを見ると守備はめちゃくちゃ大事なんやなって。そこそこ打てて守備もまともなやつはもう NPB には流れてこんやろな。こうなると編成的に DH あるなしの影響がでかいわ。実質1年のブランクあるけどこれをどう見るか。あとポランコより若くない。 DH ないとウォーカーは使えんよ。しゃあないわ。ソフバンで活躍して腰つべで見るわ。外国人のトレードって金銭か日本人でもダメなやつしか出さんのが基本なんやけどな。一軍実績ある日本人二人ってガチで異例やぞ。絶対打つわ。ウォーカーはパの真っ向勝負野球のが輝きそう。